葛飾野球今昔物語。この番組は地域社会の健康づくりをサポートし、皆様に美味しい商品の提供をする株式会社カワワミルクの提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。さあ、葛飾野球今昔物語の時間がやってまいりました。毎月第4木曜日夜の9時半から放送しているこの番組ですが、今回で7回目を迎えます。昨年の10月より始まりました葛飾野球今昔物語ですが、今回はパーソナリティの川和さんと私関野で半年間を振り返っていこうという回です。川和さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ7回目っていう、もう半年過ぎちゃいましたね。そうですね。なんか春になって、この間柴又の、はい、南連の試合のちょっと見に行ってきたんですけど、中学生ですね、中学生、みんな一生懸命やってて、なんか一気にこう、もう野球の季節になったなと、うん、まあ、春の甲子園も終わってね、はい、まあ、今ちょうどメジャーでは大谷君が大フィーバーで、そうですね、うん、すごいよね、二刀流、さすがなんか日本人ってすごいなって思ってる今日この頃でございます。でよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずじゃあちょっと振り返りをしようと思います。まあ、小田川先生は西の今度は堀越高校の監督をこの4月の1日からもやってるの で、 そうですね、残念ながらもうラジオの支援はありませんけども、まあ、ね、野球部の後輩として関野君と2人で、はい、野球を振り返りながらやりたいと思います。よろしくお願いします。で、最初葛飾の先生のね、はい、浦田先生とか、そうですね、安田先生、はい、和田先生ね、はい、もう3人とこう話した時に何を教えてるんですかなんて聞いた時に、やっぱりこう教師の中では教えられないことを野球を通じて子供たちに教えてるんですよという話がすごい印象的だったなと思ったんですけど、第2回目ですね、はい、関野君はどうだったですか。そうですね、特に浦田先生、今現在二塾の野球部の監督なんですけども、うん、浦田先生なんかは顔をもともと覚えていたので、うん、ああ久しぶりにお会いして嬉しいという気持ちと、うん、先生も覚えてるよって言ってくれたので、うん、なんか目立たない選手なのに、そんな上手い選手じゃないのにそんな覚えてくれてるんだっていう嬉しさがあって、うん、ああ先生たちってよく見てるんだなっていう、うんうん、感じが嬉しかったです。なるほどね。浦田先生って童顔だよね。なんか たまにこう選手となんか混じってると、じゃあ先生どこに行ったのかなって思うぐらいなんかね、爽やかな浦田先生で、安田先生はどうですか、大道中の安田先生は、僕は地元をそのまま行けば二塾中だったので、うん、地元の大先輩なんですけど、うん、まあ、顔はまずこわもて で、うん、でご自身も現役時代は春ですか、うん、都大会2期連続優勝ということで、ね、すごいよね、びっくりしましたね、うん、まあ、野球の監督みたいなね、はい、厳しい表情をしてるけども、はい、だけどなんかその厳しい人に限って実は心が優しいというか、ええ、子供たち思いだったりね、そういうのをやっぱり感じますよね。すごい情熱が感じられる先生で、またご本人も中学野球のブログを書いてるっていうことで発信自体もしてて、その指導面以外にも中学野球を盛り上げていこうっていうことを感じましたね。今なかなか中大連の軟式を学校でやるっていう選手がね、ええ、少なくなってきて、このリトルとかシニアとか、はい、ボーイズとかに行く選手もいるんだけども、そうですね、やっぱり毎日野球を通じて教わるという、うん、まあ、僕はやっぱり野球はチームワーク協調性じゃないかなと思うんだけども、はい、そういう先生たちについてって教えてもらった子どもたちはやっぱり社会に出ても頑張っていけるんじゃないかなって思います、うん、そうですね、うん、でアウトの和田先生は外部指導員にね、千葉さん、うん、なんか安田先生とは同期で、なんだっけ、なんか千葉君言ってたよね、なんか一六の安田人気の千葉とかなんかバカみたいなこと言っててね、まあ今でもだけどそうやって地元に恩返しができてる、はい、千葉さんなんかも偉いし ね、 そうですね、まあ、その千葉君なんかを引っ張って
ていってる勝見の、やっぱり外部指導員の湯葉さんなんかは、はい、本当にあの昔からもう何年十何年やってるなんてね、うん、話で勝見中学がこうオートバイでなんか校庭を走り回ってっていう頃から、はい、まあ、野球を通じて地元に貢献しているという、まあ、そういう指導者の皆さんたちに出ていただいて本当に番組も盛り上がってと思います。はい、ありがとうございます。で途中ですね、玉木くんが来たのは3回目ですか。そうです ね、3回目の12月の放送です ね、まあ、今あの広島東洋カープの一軍守備走塁コーチの玉木くん、修徳の中学校から修徳高校へ行き、まあ、そのまま広島カープと、うん、実はプロ野球ではあまりこう目立った活躍はなかったんだけども、うん、それからスコアが書けるということで、まあ、スコアラーになり、今でいうと一軍のもう試合前にこうノックをするね、本当にコーチの中でも上の方の信頼あるコーチじゃないかなと、うん、で実はあの今年の日南キャンプに、僕もちょっと視察に行ってきたんですけども、玉木君のその考え、まあ、走塁だったり守備だったり、ああこういう練習をしてるから今広島って強いんだなってあの間近で見て思いました。そのキャンプでは帽子かぶって見てたんですかね。うん、あの真っ赤な帽子をかぶってなんかね高校野球みたいな練習、本当にあの基本の練習を手でこうゴロを転がしたやつをちゃんと処理処理、菊池だとか、田中だとかね、阿部だとか、はい、僕も5日間も日南にいると選手の背番号と名前をやって覚えたような感じなんだけど、本当にねもう基本をやってるという、だからその基本をやってるからああいうプレーがプロ野球 のスタンドの環境のいっぱいの中でね、うん、いいプレーを見せられるんだな、やっぱりプロって違うなっていう風に感じました。今年も今広島カープは首位を走ってるんですけどもね、鈴木誠也が戻ってきたし、うん、もしかすると今年は改めて日本一を狙える年じゃないかなって思っています。そのキャンプ中、うん、玉木コーチとの触れ合いというか、その練習以外でも、うん、何ですかね、プライベートというかお食事とかはされてたんですかね。まあ、それちょっと終わった後にその練習の振り返りをやって、やはりそのキャンプ中は忙しいので、うん、なかなかこう会える時間はなかったんですけど、まあ、まあ後からあの練習はなんでこんな練習やってたのとか、どういう意味でやったんですかというのは聞いてるので、まあ、いろんな秘訣があると思います、うん、はい。で、それから第5回か、ね、あのね、東洋中の星先生、深川さん中の柿沼先生、上石の西野先生、まあ、本当に下町のもうね有名たる先生が来ていただいて、昔ながらの楽しい話もあり、はい、厳しい話もあり、はい、特に上石のね西尾先生は全国大会にも指導できてる今先生で、うん、だけどその先生、まあ、その上石中学でさえ今人数がどんどん減ってますよというので、やはりその中大連の野球を盛り上げていこうっていう私も思います、はい。で直近の6回目は川西先生という修徳高校の硬式野球部の元部長の方が来ていただいてお話ししていったんですけども、うんうん、川西先生の本当ね、あの喋りがうまくて助かりました。もう一度ぜひっていうふうに今お誘いをしている最中なんですけども、監督さんたちとは違ったちょっとこう客観的に選手とかご父兄とか、あとはその監督なんかをこう客観的に見てるので、こういう風な叱り方はなぜしてるんだろうということを、まあどっちかというと監督とこう父兄のこう中間やパイプ役というか、まあそんなような裏方のもう一人の監督のようなね、そんなような感じはしましたけど、杉野君なんか現役時代川西部長元部長とのね思い出って何かあるんですか。そうですね、高校の時硬式野球部だったんですけど、そこで部長川西部長元部長と過ごしました。一番はやっぱ理科の先生ですかね、うん、なのでやっぱ技術面とかはそういうのは言わないので、うん、選手の体調とかを気をつけてくださって、一番思い出あるのは、うん、僕らは水をですね、うん、
グラウンドの裏で樽、大きい樽で尺ですくって飲んでたんですけども、うん、そこにですね、うん、塩となんかレモン汁を入れたんですね、うん、川西先生からしたら塩分も取ってそういうのを気にして入れてくださったと思うんですけど、うんうん、選手たちからしたら、うん、美味しくないから飲めないからそのまますぐ捨てましたまあ言ってないですけど、ね、まあまあ、まあ、いろいろあるでしょう、はい、全体的に、まあ、僕が感じたのは野球ってみんな何で野球をやってるのかなと、野球からどういうことを学びたいのかなっていうのと、あとは自分でその野球から何を学んだのかなって思うと、まず関野君はどうだったの、自分で、まあ、中学高校野球やってて、はい、まあ、今社会人じゃないですか、はい、その野球から学んだっていうことは何かあるんでしょうか。もともと僕は小学校から末広ファルコンズという葛飾のチームでやってたんですけど、うん、まあ、そこの時からずっとセンターをやってたので、うん、外野手っていう立ち位置なんですけど、うん、外野手目線でいうとキャッチャーから逆に扇の要と言われるキャッチャーから逆目線でみんなを見てるっていう感じなので、うん、なんですかね、小さい頃からそういうポジションでやってるとそういう人間性になるというか、周りを見る、うん、見れるようなタイプになるんじゃないかなと思って最近思ってるんですけど、うん、団体競技なので、うん、周りを見るっていう力を養えたっていう認識でいます。うん、なるほどね。僕はね、やっぱ大人になってから多分40ぐらいになってやっと分かったのはね、そのやっぱり社会に出ると、はい、その他人との協調性というかね、やっぱり大切だよねと思ったのね、はい、でだけど人間って、僕ら人間っていうのはさ、こう生まれてきた時は必ず一人じゃないですか、まあ、双子の人もいるけどさ、ね、一人で生まれてきて、うん、でもしかすると死ぬ時も一人で、だからもう人間って基本的にね、個人の子じゃないかなって思ってるんです、うん、だけどやっぱり社会とか世の中とか、まあ、学校とか、まあ、地域はみんな子では成り立たないわけですよね、うんうん、やっぱりそれはチームであったり、まあ、例えば学校であったりクラスがあったり、ね、部活があったりするし、社会だったら会社があったり、うん、その会社の中でも組織があったり、まあ、世の中で言ったら町内会があったり、まあ、ここで言うと葛飾区があったり、まあ、東京があったり、もっと言うと日本があったりとかっていう、そういうやっぱり地域と関わっていかないとやっぱり人間って生きていけないなという、まあ、そういうふうなやっぱり競争性を自分の中で作っていかないとずっと子ではやっていけないなって思ったのは40歳ぐらいの時。40歳まではもうお子ちゃまだったので分かりませんね今はおいくつですか。今55でございます。55で、まあだけどその辺の、ああやっぱり野球を学んだからこそ、よく山崎博史先生にはですね、うん、相手のことを思って相手の胸に投げるんだと、うん、ね、ボールは相手が取りやすいところに投げるんだとかね、要するに野球では犠打というね、送りバントという、自分が犠牲になってもランナーを進めるという、はい、ことであったり、あとは連携プレーであったりね、はい、うん、まあ、そういうような、協調性、チームワークっていうものを僕は野球から学んで今に生かしていると思います。で特にですね、最近の、まあ、世の中は、まあ、自分勝手な人が多いってよく感じません、関野君。そうですね、何ですかね、前第5回ですね、星先生たちが出ていただいた時もスマートフォンの話があったんですけど、対物というか一人で何でもできちゃう世の中なので、うん、そういった気持ちが育たないのかなっていうふうには感じます、うんうん、そうだよね。野球が全てじゃないんだけども、もちろんサッカーだとかラグビーとかね、いろんなスポーツってあるんだけども、 AI が進んできて、まあ、これからスマホがあれば買い物もできる、検索もできる、うん、こんな中で人間が生きていくためにはやっぱり自分で考えるっていう力が僕はすごい必要だなと、うん、で特に社会に出たらもう教えてくれないし、はい、じゃスマホで全部教えてくれるのって言ったらそんなことはないし、そこにはやっぱり自分の人間力を高めていかなければ、うん、僕は生き残っていけない、まあ、生き残っていけないというか、スマホに全部頼ったら俺はダメだなって僕は、うん、思ってるんですね、うん、
で、まあこうまあ、僕ら大人も悪いんだけど、まあ、電車に乗ったらほとんどがスマホをいじってったりするじゃないですか、うん、もう本当に考えない人が考えることがもう弱ってる、うんうん、もうこれ間違いなくもう AI にもうマトリックスのようなね、もうああいう AI に支配されるような人間が増えてくるんじゃないかなってちょっと思ってるんですけども、どうですか関根さん。そうですね、その AI の話ですと、そういう世の中になるのは便利なんですけど、そういったものの共存と人間としての自分で考えた、今川端さんがおっしゃっていた自分で考えたりとか、そういうことの大切さというのは、今野球の番組やってきまして、各先生方がおっしゃってるんですけど、学校の授業だけで教われない、学べないところが部活にあるんじゃないかっていうのを各先生がおっしゃってるのが印象深かったので、やっぱりそういうところを先生方一生懸命生徒に、学生さんに教えてるっていう気持ちがすごい伝わってきました。うん、そうだよね。基本的に社会に出たら挨拶礼儀作法っていうものができてないと、特に先輩から可愛がってもらえる、これが当たり前です、うん、でまず挨拶できない人間は会社勤めができないと僕は思います。もちろん挨拶しなくても仕事ができる仕事もあるけども、だから野球やってる先生たちは挨拶ちゃんとしろよってね、道具をちゃんと片付けるよっていうのは、これ社会に出たら当たり前で、うん、社会に出たら誰も教えてくんなくて、うん、でね、その組織の中で生きていけないっていう、だからやっぱり野球を学んだことで、うん、挨拶とかその礼儀とか、先輩を立てるとかっていうのは、うん、古臭い考えかもしれないけども、僕は社会にとって生き残っていくためには絶対必要なんじゃないかなって思います、うんうん、で特にこの頃最近テレビつけると、なんかこう今の日本、あの人たち自分のことしか考えてないなっていう、もう野党も与党もね、何やってんだろうって思ってんだけど、なんか本当日本がね、どん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 変わってきてるなっていうのを、うん、まあちょっとまあそういう番組じゃないんで ここだけにしておきますけども、ちょっとそういうようなことも感じますよね、うんうん、その中でもやっぱり、島本の土手で、朝早くから、ね、夕方まで、お母さんの弁当をの持ちながら野球をやって、勝った負けたと、うん、ヒット打った打てなかったという経験が、僕は将来、社会に出た時に役立つんじゃないかなと思いますけど、うん、いかがでしょうか関野さん。そうですね、僕が一番印象深いというか、中学から修徳学園中っていうところにいたんですけど、その時の先生が小田川先生だったんですけど、その時毎朝ですね、練習の時に遠くの方から先生が学校に入ってくるんですけど、もう姿が見えた瞬間、おはようございますと大きな声で挨拶して、まあ、その時今日は誰が行くって担当を決めるんですけど、先生のカバンをまず全力で走って取りに行く、まあ、この取りに行くっていう認識だったんですけど、うん、その先生が偉そうにしてるわけじゃなくて、うん、小田川先生の意識としては、うん、俺を見本にしろっていうことをおっしゃってたので、うん、俺が監督であって先生であって偉いから、お前らカバン取りに来いっていうことではなくて、うん、先ほど川さんがおっしゃっていた社会に出てからっていう、先輩にどうとか気を使えるとか、そういうことをまずあの一つ、その一つで学べた、うんかなっていうところを自然に先生はやってたので、うん、僕らも無理してそれを大人になってからやるっていう感覚ではなくて自然にできているので、うんうん、そういうところを学べたのが大きいですね。そうだね、4月だから多分新1年生、まあ、中学でいうと新1年生がいると聞いてると思うんですけども、うん、僕はやっぱり先輩たちに気に入られる、監督さんに使ってもらうには、はいはい、やはり自分をアピールしないといけないし、監督が使ってみて、ちょっとこいつ使ってみようかなっていう選手じゃなければチャンスも回ってこないね、はい、だからそれためにはさっき言った基本的な挨拶もそうだけども、まあ、ちゃんと努力をしているという、うん、あ、こいつやってるよなと、だから使ってみようかなっていう僕は思う。それは社会に出ても、うん、会社の社長であれば、はい、じゃあこいつ使ってみようかなと、こいつを採用してみようかなっていうふうに思うわけだから、うん、まあ、そこは野球も社会も
もう本当に全く同じんじゃないかなと私は思っています。で最近のですね、よく一般的に多様性とか、うん、聞いたことあります？多様性、多様性、ダイバーシーってね、はい、いろんな歌詞があるんですよっていうダイバーシー、うん、いろんな歌詞があるっていうけど、いろんな歌詞を最近主張しすぎて、僕はこうだから、私はこうだから、いやこっちはこうだからっていう人が結構多くて結構派閥を作ってるのに僕は感じるんでね、うん、そうじゃなくて、よくマネジメントの中で、はい、ダイバーシティ多様性からもう一ランク上に実はインクルージョンマネジメントっていうものがあって、それは一人一人の自分らしい、うん、一人一人が自分らしい貢献がお互いに成長し、チームの成長につながる、うん、だから僕は野球で強いチームっていうのは、4番バッターがいっぱいいるんじゃなくて、役割分担がやっぱりあるチームの方が、もう例えば1番、足が速い、出塁率が高いとか、うん、で、ね、その2番バッターが送ったりとか、まあ、今の2番、最近の2番バッターってあんまり野球では送んないんだけどさ、うん、そのいろんな、役割があって、それが自分一人一人の自分らしい貢献だから、例えばレギュラーになれなくても、はい、練習のサポートできたり、うん、例えばスコアを覚えて、うん、相手のチームの偵察に行くとかね、うん、まあ、いろんなチームの役割、バッティングピッチャーをやったりとかね、そんないろんな役割分担、役割があると思うんですよ、うん、そういうことを一人一人が自分らしい貢献、俺はエースだからね投げるんだって、それも一つの、うん、貢献だと思うし、はい、いや俺はベンチだから一生懸命応援するよ、声出すよというのも貢献だし、うん、やっぱそういうことができないとチーム力っていうのはなんか上がっていかないのかなって特に思います、うん、そうですね、うん、だから一人一人が自分らしい貢献で、自分らしいっていうところもがミソなんだけども、そういうことでそのチームに貢献できていければ、うん、そういう人になれば社会に出ても結構役に立つんじゃないかなと思いますけど、うん、いかがでしょうか。僕なんか高校の時レギュラーじゃなくてベンチにいたんですけれども、うん、その当時は後輩一個下の子たちが多く入ってきて、まあ、僕ら3年生10人に対して下が80人ぐらいいたんですけど、まあ、その子たちが上手で甲子園まで連れてってくれたんですけど、その時ベンチで、まあ、裏方ですよね、うん、で東東京なので人工芝なんですよね、神宮球場が、うんうんうん、大会やる球場が人工芝なんですけど、そうするとスパイクを履き替えるんですよね、守る時に、うん、その時に後輩なんですけど後輩の靴持ちというかそういうことをやって、当時どう思ってたかちょっと覚えてないですけど、なんですかね、まあ精神的に辛かったっていうのもありますけど、でもまあいざ大会になったらチームワーク、チーム一つにならないと勝てない、勝てるものも勝てないので。そうだよね、うん、やっぱチームが一つになるっていうのはすごい大事だと思います。で1年生のね、もし生徒が聞いてたらレギュラーを取ることも大事だけども、やっぱり最初から野球部でやる、例えばサッカー部でやる、ね、ラグビー部でやる、バレー部でなんかやるんだっていうふうに決めたことは多分最後まで頑張って続けた方が、まあ、いろんな自分の人生の経験になると思うので、うん、最後までぜひ続けるように頑張ってください。以上です。じゃあまた次回ですね、はい、よろしくお願いします。この番組では皆様からの質問や野球に関しての相談などをお待ちしています。メール789@kfm789.co.jp 小文字で kfm789.co.jp、 ファックス東京0356705332 5670-5332、ホームページからのアクセスもお待ちしています。さあ次回は5月の第4木曜日24日です。時間は夜の9時半から30分です。ぜひ次回もご期待ください。